Okay, ready? Here we go!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  Alright! ございます。夕べはね、どっしゃ降りの雨でしたけど、幸い今朝は雨は止んでおりますね。いや、恵みの雨といえば恵みの雨かもしれません。とにかく酷暑の毎日だったので、さあ今日も旅は続きますよ。でっかいケツ。さあみんな起きるぞ。こっちには葵が俺たちのベッドを独占している。でかげつ撮りましたよ。オンエアです。グッドモーニング。起きるぞ。ついにトラブル発生です。昨日のどっしゃ降りの大雨の走行で雨漏りしましたね。多分走っていたので圧がかかって漏れてきたものと思われます。単純に雨が漏れてきたという感じではないと思うんですけど、ちょっと心配。 Day 6?7? おい、1週間経ちました。早い。今日はね、昨晩泊まりました八幡平キャンプ場ヨロキャンベース、ここを出発して、こちら八幡平アスピーティライン、これをねてってれーっと上がっていきまして、目指すは八幡平山頂ですね。軽く散策をしてみようと思います。八幡平アスピーティライン行ってみようか。まだまだ遊ぶぞ。Here we go。さて、本当はですね、すごく景色のいい道路のはずなんですが、絶景ポイントもたくさん先ほどからあるんですが、ご覧の通り私たち今雲の中を走っております。何も見えねえ。これこれこれ、ほらなんかすげえいい景色なはず、絶対いい景色なはず。これからね、ちょっと晴れ間が覗く天気予報だったからさ、祈りましょう。さあ、それでは八幡平トレッキング、この全く景色の見えない霧の中を母ちゃんはどうしても行こうというので、無理やり行きたいと思います。いやーマジこれ何が見えるんだろう、大丈夫だろうか。さあ、ただいま母ちゃんは岩手県、葵は秋田県にいます。私はミスター両方です。さあ、ここからじゃあね、登山道入り口だそうです。行ってみましょう。はい、今日行くところはこれです。15分ここからガマ沼で山頂で、こっちメガネ沼抜けての一番短い初心者コース行きたいと思います。ちょうどいい。レッツラゴー。しかし景色がまるでわからん。ここが見返り峠です。ガマ沼へ到着しました。本来は絶景ポイントであるはずなのですが、何も見えません。ホワイトアウト。向こうにも展望台があります。しかし、お、ここ頂上八幡たい、ここが8万体の頂上になります。標高1613メートル。さあ、展望台上がってみましょう。きっと素晴らしい景色が広がってるに違いない。雨降っとるやないかい、大雨やないかい。まあでもね、8万体読んで字のごとく広い平らな、本当にね、平ったいところをずっと歩いて到着しましたね。さあ、やってきましたよ。しかし
全然見えません。メガネ沼二つあるからメガネ沼。ジャングルだねこりゃ。とにかくこの雲がはけてくれないと、せっかく来たのに。さてこれが本当はドラゴンアイではないでしょうか。まあまあ雪もないからね、ドラゴンでも何でもない普通の、なんかね、うまいこと目みたいになるんだろうね。それにしてもね、雲が多すぎて、雲っていうか。見えてきた、見えてきた。あーすごいすごい、やったやった、この景色この景色。あそこ止まろう。裸が丸見えでございます。今すごい、あーでもすごい歴史のある風呂って感じですね。うわ臭い、黙々と湧き出ております。うわ源泉、ザ源泉。八幡平ビジターセンターなるところへ来ました。はい、皆さんご注意くださいね。ここ車中泊禁止でございます。泊まるんだったらキャンプ場を使えということだそうです。ちなみに、車両横付けが電源付きで2800円、安い。え、めっちゃ安いんだけど。ビジターセンター熊店、あ、やったラッキー、熊店やってんじゃん。あー来た。面白い、自動ドアと連動してたんだね。あー始まって、すごいクマがいっぱい出るんだ。なんかね、あすごいこのジオラマ。岩手山、あ本当だ、松川温泉。松川温泉こちら。真裏が網張温泉。今日はねここまで行きます、田沢湖。そしてこれが田沢湖スキー場ですね。とにかく熊が多いんだねここは。月のワグマの目撃情報をお寄せください。いや言ったってそんな出ないでしょう、熊出とるかな。つい2日前も出とるかな親子。あほぼ毎日出てんね。いやこれ冗談抜きでガチヤバいってところですよこれ。熊の頭蓋骨こんなところに。秋田八幡平スキー場へ行ってみたいと思います。ここだったんだ、秋田八幡平スキー場。 この冬ね実はここへ来ようと思っておりました。なんとリフト1機のみですかね。いつか来るよ北八幡平スキー場。本日のランチ、道路の横でカップラーメンとおにぎりです。ひどい食べ方ですねこれ。しゃがみ食べ。昔ここに道があったんですよ、スキー場に向かう。もうこんなんなってるの。僕たちがマイナス18度の世界で車中泊をした八幡平スキー場の入り口がここでした。もう今はありません。あの時はありがとう八幡平スキー場、大好きだよ。これが緑ヶ丘アパート。そう、今は廃墟となってしまった松尾鉱山の
一番栄えていた時期にできていたアパート群ですね。もう今はすっかり廃墟となっております。いわば軍艦島みたいな感じだよね。あっちでもう一回 U ターンしてこようか。わーすごーい。ここに約ね、全盛期で1万5000人人が住んでいたそうです。うわー、なんかちょっと降りていいけど、もう降りてみよう。すごいよね、いわゆる高度経済成長期、一時代を築いた歴史の場所だよね。本当だね。下倉スキー場、わーいわーいわーい、今年も行くからね、この冬も行くからね、下倉。最高の景色だね、これ。今回は貸し切りというミラクルでしたけども、止めさせていただいてありがとうございました。すごく涼しくて快適だった。ヨロキャンベース、また来るよ。お世話になりました。次の目的地は田沢湖です。今から向かいましょう。 Here we go! Here we go! Here we go! それにしても妻、お盆休みの真っ只中だっていうのに一切混んでない。どんな道だよこれ。普通にチョイスしないぜ、こんな山の中。また戻ってきたぞ、しずく石。なんと8ヶ月ぶりですね、約。デデン、小祝農場。僕がね、中学3年生の修学旅行以来ですね、来たのが。というわけで35年ぶり小祝農場です。チェッケだ。今回は残念ながら入園はしません。残念。また時間があるときにゆっくり遊びに来よう。また来るよ、小祝農場。小祝農場のソフトクリームだ。いただきます。うまい。ミルクが濃い、すごく濃厚。冬はね、毎度東北に来たらお世話になってます。道の駅アネッコ。夏はこんな感じの雰囲気です。やっほー、後ろがキャンピングカーだらけ。みんな泊まるんかい、真似すんな。秋田県に入りました。こっから秋田県です。田沢湖戻ってきたぞ。外国人もいっぱい。わ、これ明日サップ楽しいよ絶対。いいですね、目の前がもうビーチなんでね。明日はここでサップをやりたいと思います。求めてた環境がここにはありました。よかった。この雲やばくない？田沢湖温泉、田沢湖スキー場の上、なんか噴火したみたい。ここは水沢温泉郷です。水沢、レッツゴー水沢。来ました、水沢温泉。はい、ここでございます。さあ、冬に続いてまたもやってきましたね、葵さん。水沢温泉ですね。ここのお風呂もすごく良かったのでアゲインです。カメイン。気持ちよかった。やばい、いい湯すぎたぜ。昼間の露天最高。道具の温泉はやめられんだぜ。すげえとこ来ちゃったぞ。最高すぎるだろう。
はこれがドラゴンアイの特製ビールですね。早速飲んでみましょう。まあなんてデラックスなんでしょう、なんてデラックスなんでしょう。今日は誰かの誕生日ですか？なんとね、我が家今回外食1回もしてないんですね。夜ご飯毎晩作ってたんで、ちょっとね、母ちゃんが大変だったので、今日は手抜きお惣菜ナイトです。なんでかっていうと、この田沢湖の周り飲食店がまるでない。どこも飯食えない盲点でした。しょうがない、スーパーのお惣菜ナイト。それでも母ちゃんには今日はね、ちょっとね、休んでもらいましょう。はい、いただきます。乾杯。うまい。ドラゴンアイビール。さあ、今夜はおのおのですね。おのおの。みんな、何かしらタブレット持ってるわ。まあ、そんなのもありかなと。湖の湖畔ですけども、悪くないですよ。これも我が家スタイル。カホゴやめてもらえますか？カホゴ。Dude, that father is 10 and permed.